こんばんは。千葉でございます。今回は便利なソフトのご紹介です。フリーソフトでございます。イラストレーターのバージョンをチェックするソフトでございます。マッキントッシュの場合は、イラストレーターの CS 以降のバージョンであれば、保存したデータが、名前と拡張子という項目にイラストレーターのバージョンが表示されますので、それでチェックすることができます。イラストレーター CS 以降のイラストレーターを使っているなら、これで OK ですよね。 しかし Windows の方は、ちゃんと細かいデータが出てきてくれないんですよね。Windows はちょっと最近いいソフトが見当たらなくなったので、私めがひっそり使っている便利なフリーソフトをこっそりとご紹介いたします。でこちらなんですけれども、このブログ URL を概要欄に貼っときますので、そちらからこちらのページにアクセスいただけます。 イラストレータージャッジっていうフリーソフトです。イラストレータージャッジの詳細はこちらをクリックしていただくと、こちらのイラストレータージャッジの公式ページに移動できます。で、これの注意点なんですけれども、Windows 10 8をを使いの場合は、実行時に警告が出ちゃうということです。なので、まあ、ちょっと対応がまだ完全にはできてないということで、あくまで自己責任でお願いいたしますという注意書きです。ということで、私も自己責任で使わさせていただいております。 ということで、こちらダウンロードボタンを押してみます。ポチッ。すると、このようにダウンロードできまして、で、このようにダウンロードできたら、アッシュファイルになっております。ダブルクリックして、これでイラストレータージャッジ。イラストジャッジって名前ですね、正式名称は。勝手に名前を変えてしまいました。申し訳ございませんでした。イラストジャッジエグゼト。こちらのファイル。実行形式のファイルです。で、この実行形式のファイルをですね、 イラストレータージャッジをですね、このフォルダーごとプログラムファイルの中にコピペで移動させて、そしてこのエグゼファイルをこの下のドックと言いますか、タスクバーですかツールバー。タスクバー。ここにドラッグドロップしたものがこちらにあるイラストレーターのアイコンの横にある AI というアイコンです。この状態でワンクリック入れて、イラストレーターファイルバージョンの確認と出てるんですけど、このソフトのウィンドウが表示されます。 ここにバージョンを調べたいイラストレーターのファイルをクリックしたまんまこうやってウィンドウの上に持ってってクリックをパッと離せばこのようにこのファイルを作ったバージョンからファイル自体のバージョンまでちゃんと表示されますブリッジを使ってみることもできるんですけどもこれを使えばなんか手軽でいいですよねパッパッとクリックしてパッみたいな感じでチェックできるので大変便利に使わさせていただいております ということで、ちょっと便利なフリーソフトのご紹介でございました。失礼いたします。はい。ちなみに Adobe ブリッジで見た場合のイラストレーターファイルのバージョンの確認はこちらですね。ファイルプロパティのアプリケーションのところにこのようにイラストレーターのバージョンが表示されております。作成日、修正日なんかもわかります。ただですね、ちょっと重たい 重たいなっていうのと、あとそこのディレクトリまで行くのがめんどくさいなみたいなのもあります。あの、システム的に普段使いしている分には全く問題ないんですけれども、単純にもう今開いているフォルダーから一気にこうバージョンだけチェックしたいよみたいな場合はこちらにこうボンってドラッグドロップでチェックできるソフトはやっぱりこれはこれで便利ですね。